時をかける、マリオ、タイトルからして、面白そうな感じなんだぜ。初代マリオのコースだね。ここはとりあえず、落ちていくしかないな。そういえば私、時をかける少女って見たことないんだよね。私もないんだが、名作らしいから一度は見ておきたいよな。のこのこが投身自殺しちゃったよ。あののこの子を助けてあげればいいんだな。あ、これは隠しブロックを出して道を作ってあげればいいんだね。無事に助かったのこの子から、鍵のプレゼントなんだぜ。羽のついたバブルが、ボム兵をやっつけちゃったよ。なるほど、次はあのボム兵を助けてあげるんだな。でも、ボム兵や爆弾に割って、爆発するのが仕事なんだから、放っておいてもいいんじゃないの。そんなこと言ってたら進めないから、黙ってやっていくんだぜ。バブルって、キラーの砲台を使って倒せるんだね。知らなかったよ、このギミックは初めて見たな。自分でコースを作る時にも使えそうなんだぜ。クリボーが、挟まれないようにしてあげればいいのかな？トゲネットでブロックを壊してやればいいんだぜ。とりあえずクリボー助けたけど、こんな何もないところでこれからどうやって過ごしていくんだろう？同じところを行ったり来たりする人生、私は嫌だな。なんかさっきからひどい目に遭ってる敵ばっかりで、少しかわいそうになってきちゃったよ。パタパタが着地してる時にパウブロックを叩くと、パタパタも倒してしまうから注意するんだぜ。今ギリギリだったけど、なんとか倒せたね。おい、ちょっと遅いよパタパタ、早くピースイッチ踏んでよ。あいつもこの空間に取り残される運命なんだ、少しは優しくしてやれよ。ピースイッチが切れるまでの間、私はラーメンのことを考えてるって言ったよね。ああ、だいぶ前に言ってたな。今は、うちのワンコが少し具合悪いからそっちの心配ばっかり考えてます。早く元気になって、また一緒に遊びたいな。エンド、って、書いてあるね。スタート地点にこんな仕掛けがあったんだな。さすがにいいねをいっぱいもらってる方のコースはすごいもんなんだぜ。マリサ、このコースはどうだった？一つ一つの仕掛けが難しすぎなくて、楽しかったんだぜ。では、いいねして次に行きます。次は、どんなコースなんだろうな。はい、ツイッターに送っていただいたコースを遊んでいくよ。なんでも、3種類の全自動、半自動が遊べるコースらしいんだぜ。すごく自信あるみたいだし、楽しみだね。まずは全自動、アミーボは、人影だね。ねえマリサ、全自動の実況って初めてやるんだけど、何を話せばいいのかな？確かに、展開がめちゃくちゃ早いから、私たちみたいな素人には難しいな。わーとか、キャーって言ってればいいのかな？なんて言ってる間に、最初の一つ目クリアしたんだぜ。最後はピカチュウになって、すごい勢いでゴールしたね。残り二つ、次はダッシュ半自動やっていこうぜ。今のを作るだけでもすごいのに、3つのコースがあるなんて、本当にすごすぎるよね。脱帽としか言えないな。脱帽？マリサ、ちょっと帽子脱いでみてよ。だが、断る。ジェイミー、お次は、ゼニガメだな。今年みたいに暑い夏は、ゼニガメがいてくれると涼しく過ごせそうでいいよね。波乗りピカチュウもいいけど、やっぱりこっちの方が似合ってるよな。わー、キャー、すごーい。皆様申し訳ありません。霊夢は話すことがなくなってしまったようです。ちょっと待ってよ。今の絶対にテレサに当たってたよね。疑惑の当たり判定ってやつだな。ピカチュウ？お前が言うときもいな。ピカチュウの声優さんって、コナンの光彦と同じなんだよね。光彦、あまりにも小学1年生らしくないから、黒ずくめのボスなんじゃないかって噂も昔あったよな。私は、カラスマレンヤだと思ってるんだけど、青山先生が否定しちゃってるんだよね。さて、お次はもうわかるな。ダーネフシー。うく虫大好き、死にダメなんだぜ。今度はジャンプ半自動なので、Bボタンを押しっぱなしにしています。いやーん。心が踊るー。すっげー。楽しいー。制作者さん大変申し訳ございません。本気ですごいと思っているのですが、うく主のボケ品は深刻なため、霊夢の意味不明な叫びで間を繋いでおります。ボケ品って何よ？ピカチュウ。良い子は霊夢の真似をしないでください。いやー、本当にすごいコースだったな。自信作だというのも納得だよね。ああ、これならいいねランキングの上位も狙えると思うんだぜ。またコース作ったらぜひ教えてください。